これ言っていいか知らないけど、ポコチンをね、ポコチンをファックスの、ファックスにまたがってさ、ね。漫画家デビュー40年、メジャー賞も席巻した日本を代表するエロ漫画巨匠が数奇な奇跡を初告白する。今回は自伝書籍の取材を通して彼の寵愛の原点を知ることができた。数々の名作を生み出した彼の独自の着眼点に取材班は驚きを隠せなかった。やっぱり手塚さんはさっき言った、はい、あの手塚プロダクションの末端さんね、はい、末端さんを介して、あの手塚が来てるから、あの、あそこはなんだ、サンフランシスコじゃないな、ロサンゼルスからサンジェグまで手塚を連れて行ってくんないかなって言われた、ね、あ、旅行で来られて手塚先生、あ、旅行っていうよりも、はい、火の鳥っていう映画あるでしょ、フィルムね、はい、あれをアメリカに売りに来たんですよ、あ、売り込みにね。で35で35漫画フェスティバルっていうね、かなり大きな世界的なフェスティバルがあるんですよ、ね、でそこにあのなんだブローカーとかなんか来るからね、あ、ブローカー、はい、途中であのサンフランシスコにね、はい、その後8ヶ月ぐらいもう定住したんです、住んだんですね、はい、ちょうど住んでる頃に手塚さんが来て、うん、だからロサンゼルスからだから僕はあのこっちのサンフランシスコからロサンゼルスまで車で移動してね、うん、で手塚さん乗せるんだけど、はい、だけどその話だってさ、はい、なんか夢みたいな話でしょ、なんかそうですよね、嘘みたいな話だほんまかいなって言って行くわけよ、はい、ね、じゃあ手塚さんが泊まってるホテルの前で手塚さんが出てきてさ、はい、僕のあのフォードピントっていう中古車だけど、はい、ね、中古車だからそんな綺麗なもんじゃないよ、こんな車に手塚の巨匠が乗るのっていうなんかね、で手塚さんも俺の車見てさ、まあいいだろうって感じで、ね、乗ってきたんだ。そういうところに手塚さんいい人だ、いい人っていうか、気さくでさ、選ぶってないしね、もうす大好きになっちゃってさ、ね、それで乗ってきて、で、左ハンド、俺が左だからこっちに乗ってきたから、はい、乗ってくるじゃない、そしたら乗ってきた途端にね、俺ね、このおっさん本当に手塚さんかなって思うぐらい夢みたいな、うん、もうね、こっちは浮き足立っちゃってね。だけどそこでね、ちょっと面白いエピソード言うとね、はい、走り出すじゃない、はい、ね、走り出したらね、手塚さんが変なこと言うんだよ、人間っていうのはね、どういうところで死ぬか分かんないもんなとか言ってさ、ね、何言ってんのかなと思ったんで最初ね要は、これひょいっと乗ってきたけど、これで交通事故でもなったら、ね、俺が悪くなくてもバーンってやられたら死んじゃうじゃない、そうですね、そういうこと言ってんだろうと思うんだけど、そうじゃなかったんで、俺のね運転をね試してたわけ、10分間ぐらいは乗っててもね、でなぜ分かったかというとね、運転してる時にちゃんとこう目を見開いて時々話したりするんですよ、はい、ね、ずーっと見てしばらくしたらね、なんか安心したみたいで、はい、寝ちゃったの。これ任せてもいいと思って。あの、俺もあの車はね、運転してするけど、俺は助手席でね、はい、助手席でいくら上手い人がいても、絶対寝ないよ。本当に。場合によっては、向こうがブレーキ踏む前にこっちがブレーキ踏んだりするからね。踏むよって言われたら、するような感じだから、あ、僕のね、すぐ横でね、手塚さんがね、うん、本当に寝ちゃったっていうことは、もう本当に安心してくれてるんだなと思った、うんうん、で、まあ、ずっと走ってるうちに、まあ、起きたりするから、はい、手塚さんとね、はい、その時いろいろ話をしたから、はい、ね、もうその2時間ぐらいから、30分までのね、2時間ぐらいは、俺にとってはもう黄金タイムだよね、うん、もうこれは素晴らしいもう人生の中のね、一番便でね。うん、送っていって、35でフェスティバルがあるじゃない、はいはいはい、大体5日ぐらいかな、1週間なかったと思うんだけど、5日間ぐらいは、はい、あの同じホテルで違う部屋だけど、いろいろあの駒使いするんですよ、先生、いろんなこと先生例えばね、はい、当時もあのあれブッダを書いててね、でブッダが確かね24ページだったんだね、うん、その24ページを3つに割ってね、それでそれをね、はい、人物のところで書いたら、それをね僕がねまとめてあの
ロサンゼルスまで飛行機で飛んで、ロサンゼルスからカーゴで東京に送るんですよ、はい、ね、で東京では手塚プロの人が来てるからそれ受け取って、はい、それですぐもう虫プロで書くんだよね。ああ、じゃあその海外に先生はいながらも、連載は止まらず書いてる。すごいですね。すごいよ。だから俺3回往復したの、飛行機で。飛行機代なんか浮かんじゃないかっていうのは、まあ、単価高いからね、そんなことないと思うけど、へ、うん、それからあとね、夜になったらね、成田君ちょっとチョコレート買ってきながらっていうね、チョコレート何すくんったら、これ眠気取るのにいいんだよって言ってさ、チョコレート眠気取るのにいいのかなって俺ちょっと おかしいなと思ったんだけど、ね、いや結構いっぱい買ってきて、はい、買ってくるじゃん、はい、だからこうペン持ちながらこうチョコレート食いながらカッて書いてるんだよ。ね、ちょっとある時ね、ベレー帽がなくなっちゃったの。なくなっちゃったんです、うん、はい、ベレー帽がなくなった、部屋の中でなくなったんだけど、探してくれって言うから、はい、一生懸命探すじゃない、ないんだよね、一生懸命ね、で探してる間30分ぐらいだったら書けばいいじゃない、こうやってベレー帽なったって漫画書けばいいって、まあそうですね、ベレー帽ないと書けないんだよって言うからさ、冗談か本当か分かんないけどね、半分冗談だと思うんだけどね。でさ、しょうがないなって言うんで、もう徹底してその部屋の中探そうと思って、はい、端から全部探していったら、何のことない、なんかこう掛け布団みたいなやつと シーツの端の方にくるまっちゃって、ね、中に入っちゃってさ、ね、入ってた、先生ありましたよって言ったらな、ありがとうってかぶってさ、かぶってさ、本当にね、あの人ね、ある意味面白い人だね、面白い人だろうがいいんだけど。例えば週刊大衆の場合は9ページ連載だからね、毎週、うんうん、9ページすごいよ、はい、すごいです ね。で9ページ連載をいつも女の人に会ってね、はい、いつもラブホテルとかなんか書いてたら、うんうん、まあ、絵が持たないじゃない、うん、ね、それで俺考えたのよ、はい、あ、この女の人と温泉に行って、うん、温泉そのものも含めてね、書いていけばいいかなと思ったら、うんうん、面白い現象が起こったのね、はい、温泉マニアもついてきたの、へ、ね、だって違う温泉に行くんだから、ああそうか、ね、そうかそうか、うん、そしたらこのスケベ漫画家はね、違う新しい温泉で、今度は温泉も違うけど、はい、今度はどんな女を連れてくるんだろうっていうのが入ってくるんですよ、うん、あ、なるほど、ね、二重に面白いわけ、あ、しかも温泉はね、全くね、あのそのまま描いたからね、写真を撮ってね、温泉のその湯船もね、うん、あの外観も部屋の中も全部ちゃんと書いてあります、うん、で俺のあの女が一番っていうね、温泉と女のねシリーズは、うん、そこに行った人は、おい、俺成田明行ってるやんけって思った。あの中で一番すごかったのは、はい、これ言っていいか知らないけど、ポコチンをね、はい、ポコチンをファックスの上にファックスにまたがってさ、ね、ポコチンをちゃんと写し出して、はい、それを向こうに送ったんだよね、はい、でそれを送るっていう発想は、こんなポコチンのファックスを送ったら向こうがね、どういう反応を示すかって、そこだけでももう興味あって面白いじゃない、うん、ね、当然読者も面白がると思うんだよね、うん、そうそう、ね、でそれを見て、僕のやつを見てどういう反応を示したかっていうことを後で聞いて、その時はね、どういう反応したんだったらね、あの漫画の通り見てさ、もうびっくりしちゃってさ、ね、端っこの方でこんなやつだっていうぐらいでびっくりして、だけどいろんなあのファクでも、ね、文章でやり取りしてたから、はい、あのだいたい向こうも僕のこと分かってきてね、はい、うん、で一番はね、やっぱりね、僕と会う人は、はい、あの相手がスケベじゃないとダメなんですよ、性的にね関心持ってくれる人、もっと言えばね、マゾ女性がいいんですよ、マゾの女性、もう僕の後輩になったらね、マゾの女性しか会わないぐらいね、マゾの女性がいい、それは理由があるんですか、いや、マゾの女性の方がうんと感じるもん、あ、しかも僕の言うこと何でも聞いてくれるからね、あ、先生は S だからってことですか、いや、佐渡、ここがね難しいところでね、実はね、あの S じゃないんですよ、 S じゃない、マゾなんです、あ、そうなんですか、マゾだから、はい、マゾの人の気持ちが分かるから、あ、マゾで責められるし調教できるんですよ、うん、本当の S は相手がね本当に苦しんで本当に不幸せになったら感じるんだからね、全然違う種類が、そうか、不幸せになったら感じるわけです、ね、そうそう、それが本当の S なんですね、うん、そうそう、俺は一生懸命
奉仕してあげてるようなもんでね。あ、そうか、そうですね。北海道の人はね、まあ、太り気味で、まあ、痩せればかなり綺麗になるタイプなんだよね、はい、うん、でもちょっとかなり太ってたから、ちょっとうんと思ったけど、うん、まずね肌が綺麗だったね。あ、肌が持ち肌でね、ツヤツヤね、だから会って、あ、俺の想像とは違ったなと思うけど、うん、僕はねすぐねその女性のいいところを、ね、パッと取り入れるんだよ。肌切れたら、だいたらこう持ち肌でさ気持ちいいんじゃないかなとかね、うん、それから会って話をしたら、もう言葉で話をするだけでだいたい向こうの感じはつかめるんですよ、人間ってね、うんうん、はい、うん、顔の表情とかなんか入れてね、うんうん、まあ、それでもうその時に好きになっちゃったんです。先生がもうそうそう僕が好きになっちゃった、うん、しかもその時はあの北海道の彼女の家までね、はい、行ったんですよね。そうですね、だから娘が何歳だったかな、ちっちゃい子がいるんだよね、うんうん、4、5歳ぐらいの女の子 で、うん、でそういうとこで彼女が家庭料理作ってくれてさ、ね、食べるじゃない、わ楽しいに決まってんじゃんね、うん、別にセックスしなくたって、うん、北海道 の、 あの市場でね、はい、仕入れてきたもう本当にあのいくら丼なんかさ山盛りでいいね、うまかったよ本当に、うん、あれは最後ちょっと感動的なシーンがありましたね。そうそうそう、お子さんがそうそう、ね、先生に手紙書いて書いたもね、だから情が映ったりするじゃんやっぱり子供に言われるともう涙出てくるよね、うん、はい、もうね帰りたくないけどね、うん、超できなかったのが一つだったな。超できなかった、超ね、もう超がつくぐらいね、うん、あの二十歳ぐらいの女性で、僕のとこにね電話かかってきて、はい、で3人ぐらいの男性とエッチしたんだけど、その子がね、はい、3人ともお前のあそこは変だって言われた。あそこね、あそこは変だって言われた。だからまあ先生はそういうセックスとか性のことにね、うん、まあ詳しいから、うん、なぜですかって言ってきたんですよ、うん、ね、それで会ってみたら、うん、穴がないんだよね。小野の小町、小野の小町っていうのは穴がないので有名なんだけど、へ、うん、要するに本当に穴がないんですよ。あ、そうなんです。おちんちん入れるところがない、はい、ね、僕こういう漫画やってて初めて見たけどね、本当に お皿、あ、なんか お皿とも言うんだよね、お皿とも言うんだよね、へ、ないんですよ。あ、そういう方がいるんです、ね、いる、いたんです。だからその子がそうだった。お、ね、でも前にあった3人がなんでそのお皿を見抜けなかったかっていうと、はい、そのね、穴がね、あの 2,3 センチ奥に穴の入り口があるんだけど、そこまで達するところはちゃんとこうちょっとしたらねくぼみがあるんですよ。あ、なるほど、ね、だから3人の人はそのくぼみのところに入れて、あれ捕まっちゃってダメだなって思ってるんでね、うん、僕はいろいろエッチなものだからそういうお皿とかなんか知ってたから、あ、そうなんだ、見てみたら本当にないんで、そこから先がもうない、はい、ない、ない、本当にない、もう穴も何もない。その子宮がどうなってるのかなって、その構造的に、うん、もう子宮の奥まで当然入らないし入り口閉じちゃってるから、じゃあもう妊娠もできない。もちろん妊娠も、ああ、うん、そういう方いらっしゃるんですね。だからね、あのまあ酷なようだけど、うん、あなたはねこういう構造で、うん、だからこれはね僕がなんだかんだ言ってもしょうがないから、うん、お医者さんに来なさいと、うん、お医者さん行ったら今はもう手術とかね、あ、高度ななんかあるから、あ、なるほど、そこ行ってくださいねって言って返した、うん、だけどちゃんとラブホテル行ったんだからね、あ、裸になって、あ、ちゃんと見て実際に、そうそう、なんで二十歳になるまでね、うん、それがね発見できなかったのか、うん、親が何か言わなかったのか、うん、それとね、うん、あと穴がないからね、うん、あれもないんですよ、アンネちゃんも月のものがないわけ。あ、そうですか。あ、月のものがないわけじゃない、何にも。あ、そうか、穴がないから、そうか、ね、月のものがないっていうのを親に言わないと、ああ、そうか、分からんでしょ。あ、だけどそういう下々のことはなかなか親に言えないのかな、うん、だから俺のとこ電話してたんだね。あ、なるほど、多分ね、うん、そうですね。そういう感じで、ね、漫画になったことがあるのでね、うん、あの27歳までに、はい、27歳まで、家から一歩も出ず、はい、ね、要するになんていうの、こもりっていうかね、うん、してる人がいて、うん、で親にも何も言えないからって僕のとこ電話かかってきて、ね、で八王子 あのラブホテルで会ったんだけど、はい、その方もね、ま、これはもう漫画にしたけどね、はい、したけど、あの27歳までお化粧もせず、うん、外にも出ず、うん、男性とも一切会わずに、うん、っていう状態でね、うん、で本人も
これはあかんなと思ったらしいんだよね、このまま行っちゃうとね、うん、でここを突破口とするために僕を選んで、うん、僕と会ったんでね、うん、でもちろん少女じゃない、だからそのね肩の扱い方ってあるやね、なんかねなんか知らんけど、うん、爆発物の新感覚で抜くぐらいのさ丁寧に超繊細なね気持ちやらなきゃダメだったんですよ。これちょっと話をするとね、はい、あのまずホテルに入るだけでも向こうは緊張してるんだよ ね、 あそうですね、まずね会う時からねおかしいんだよね。俺があの撮影のはなんとか家具のところに待ってたら、はい、彼女が自転車でスーッて行くじゃない、はい、俺の前をねなんか知らないけど自転車で行く女性がいるわけ、こうやって、はい、ね、また戻ってくるわけよ俺あの子かなと思ってまた行ったらスーッと近づいてきて、成田先生ですかっていうところから始まってね、それが緊張してるわけよ、うん、でラブホテル入って、それでそのまず最初にやることは、はい、男性っていう人に会ったのがもう初めてだし、それだけだってすごい向こうはドキドキでしょ、うん、だからまず男性っていうものをねこう鳴らしていかなきゃダメじゃない、うん、でいきなり裸するなきゃいけないでしょ、うん、だから服を着たままベッドの中でしばらくこうっといるわけですよ、20分ぐらい、うんうんうん、話しながら柔らかくして、それでこれからじゃあ服脱がせるねとか言いながら脱がしていって、それでやっぱりあの処女だから、うん、処女膜無痛貫通法っていうのがあるんですよ。はい、あの言わせていただきました、うん、処女膜を無痛で血も流さずに、はい、あのおちんちんが貫通できるようにする術っていうのは僕は分かってるんです、はい、まあ、穴の形はそれぞれ違うんだけど、とりあえずちっちゃいわけです。で小さな処女膜を普通はね、これ処女膜をね男性がズコって入れてここ破っちゃうんですよね、うん、破っちゃうから痛くて血が出るわけよ、うん、で違えてもひどいっていうことでこれがトラウマになって、うん、あの女性はもう二度とセックスしたくないとかね言う人も現れてくるわけ、うん、ね、で僕はねある時ね処女膜を指でこちょこちょやってたら、処女膜がねだんだん伸びてくるんだよね、うん、穴が広がってくるんですよ、うん、ね、っていうことを発見したわけ、うん、あれ広がるんだったらちょっと広げるだけやってみようと思ってうーってやってると、この指の根元まで入っちゃった。そんなに強くなくても、強くなくて、ただしね1本の指でこれが広がるまでにね30分か40分ぐらいかかる、ね、うん、じゃあっていうんで今度は2本指、うん、2本指でも ここのところにね角つけちゃいけないからこういう感じであるんですよね、うん、こういう感じにしておいてここをまた指をね、うん、ゆっくり揉んでいくわけ、うん、でやっぱりこれも30分40分ぐらいかかる、大体全部で1時間ぐらいかかるんだけど、うん、いったら根元まで入っていっちゃう。で根元まで入ったら大体ポコチンの大きさになるんだよね、うん、そしたら今度はそれに今度はポコチンにローションつけて、まあこれやるときもローションつけるけどね、ローションつけて今度はポコチンでゆっくり広げていくんですよ、うん、ね、これが20分ぐらいで根元まで入れるね。さっきの処女の人もねこうやって根元で入れて、ほらおちんちん入ったよってえとか言ってさ、入ってんですかって、もう入ってるって、処女膜一回破れてないし痛くなかっただろうって、あ、V チン攻めっていうのはね、やっぱりね27、8歳の頃にある女性と付き合っている時に、はい、あの発見したことで、はい、あのその前にねあのポコチンで女性のあそこをいろいろ刺激するでしょ、はい、刺激するよね、はい、そしたらねあのいろんな女性から聞いたら、はい、あの奥の方よりももうちょっと外側で、はい、あの括約筋って言われるところがあってね、3、4センチぐらい大きいかな、5、6センチぐらい大きいかも分かんないね、うん、そこのところに仮首がね、はい、これこちんちんとすると、はい、この仮首がクリンクリンとクリンとなるところがあるんですよね、3、4センチぐらいのところに、うん、3、4センチ、もうちょっとかな、5センチぐらいかな、はい、クリンクリンって、でここのクリンクリンとするのは実は括約筋なんですね、はい、ああなるほど、括約筋って言って、はい、あの男性を気持ちよく締め付けるところなんですよ、うん、女性は大体感じてくるとこれが締まるんです。でそのクリンクリンとなるところを僕頭の中に描いてて、あれクリンクリンとなるんだったら指でね、はい、指でこの括約筋のところ直にクリンクリンクリンってやればね、はい、もっと女性感じるんじゃないかなと思った、はい、最初はね、はい、うん、ちゃんと科学的なんですよ、ね、ちゃんと考えて、はい、それでねその女性にねここのこのクリンクリンっていうその括約筋のところね、括約筋僕は V 筋って名前つけてるんですね、はい、そこにこの指の腹ね、はい、決して先じゃダメよ、先じゃダメだけど腹のところに当てて、はい、ね、ここをこう揉むように、
こうやるとね、擦れちゃうから痛いからね、うん、こうやるんじゃなくて、ここのところを揉むようにマッサージするようにするわけ、うんね、側面ですか、側面、うん、でね、実は括約筋っていうのは丸くなってるからこっち側でもあるんですよ、どっちでも、ね、どっちでもある、はい、で、まあ、左ぎっちょしたらこっちでもいいんだけどね、はい、でこうやってね、揉む、で揉み方がね、揉み方が例えばここが括約筋とすると、うん、よくね、ポコチンをやるときは、はい、ポコチンでやるときはね、ポコチンだからこうやると思うじゃない、そうね、はい、こうやらずに止めといて、本当に止めといて腹を当ててこれを揉むんですよ、うん、ずっとね、あ、ポコチンでやるときは、うん、そうそう、でこうやってるとここの括約筋が両方あるから、これがねぐーっと締まってくる、おね、でこの締まりがねものすごく強くなってきたときはもう女性は行く寸前ぐらいになる、おこの括約筋の締まり具合で女性がどれほどのところにね今感じているかっていうのが分かってくるんですよ、うんうん、でそれで指でこうやっててグーッと締まってきて、もう行くなって言った時に、ここからまた僕のね得意技があってね、はい、こうやってグーッとやってるでしょ、はいね、そしたらここをもっとさ、もうバイブレーターみたいにバイブさせたいんですよ、ね、だけど突然バイブこうやるわけにいかないから、ね、どうするかっていうと、見てるからよこれね、これこうどうするかってね、ここの角度がありますよね、角度ね、はい、角度、はい、映ってる、映ってます、うん、この角度があるよね、はい、これが括約筋のところね、はい、今まではこうやって揉んでた、はい、で女性がうんと締まってきてのけずりになった時を柔らかって、はい、この角度をこうやってね見せるからよ、おここ全部をねむしゃぶり攻めただしむしゃぶり攻めは長くて30秒20秒ぐらいしか続かない、ね、っていう風にするの、なるほど、そしたらグワーッとのけどって、そののけどっていくところを見て、うん、僕は感じるんだよ、あそのためにやってるの、なるほど皆さんね、僕がスケベだとかスケベな人間だよって言った時に、おそらく普通の一般の人はね、スケベって言うとスケベさん、スケベっていうことで、ある程度その嫌な顔されたりね、拒否反応しますようなところあるけど、僕はねスケベであるっていうことを、エロチックであるっていうか、エロをやるっていうことはもうね極端に言ったらね、人生の中で一番大切なことだと思ってる、ね、はっきり言ってスケベなかったら子供も生まれないよね、そうですね、文学も生まれないよね、うん、ね、何にもないじゃないですか、もしね、頭の中で想像してくださいよ、スケベを取ってしまう、エロを取ってしまうと、例えば女見たってスケベな女とは見ないよね、何も思わない、男でありながら男見てるような感じだね、そうですね、で変な話、おちんちん突っ込もうとも思わないよね、うん、おちんちん突っ込まないと子供生まれないじゃない、ね、それからスケベな心を持ってないと、それがね生きる活力にならないんですよ、うん、それ以上の活力が出てこないから、多分ね長生きしないですよ、うん、健康じゃなくなると思う、うん、だからスケベやりなさいって、あんた長生きして元気で生きたいんだったら、うん、スケベやりなさいって言ってるんだよね、うん、それからねもう一つね、時々ツイッターなんかに書くけど、僕はスケベだってね、うん、スケベは人を気持ちよくして人を幸せにすることだ、うん、ね、だから例えば僕はその今ちょっと政治的なこともやってるんだけど、国民を気持ちよくして国民を幸せにしたいっていうことで、僕はね日本のためにも、そういう日本国民を救うためにもスケベ精神で立ち向かってるっていうところもあるんだね、要は人を幸せにするためにスケベしてるんですね、で幸せな人の顔を見たりするから僕は感じるんですよ、だけどさっき言ったみたいに自分のポコチンだけ気持ちいいっていう人は多分そうはならないと思う、うん、スケベ漫画家の成田明でございます。私はねスケベなところから出発してますが、ここはねセックスのね奥義っていうかね、深いところまで書いてあります、ここはね。でそれからさっきね哲学的なところまでね、ずっと僕はね関心持ってね、例えば宇宙論とかね、哲学とかね、いろんなね人生の悩みとかね、僕ねスケベばっかりしてたんじゃないんですよ本当にね悩みに悩んで、高校時代はもう最悪だったからね、うん、悩みに悩んでスケベとその人生哲学とね、じゃあ自分を救うためにはどうしたらいいかっていうことで、ここの中にちょろっと書いてあるんですけど、威風揚々理論っていうねものを書いております。だからここの中にはね、おそらくね僕のね全存在がねここに書かれてますんで、よろしかったらね、成田明っていうのはねどういう男だろうなっていうことを、もしご興味ありましたらこれを読んでください。全部出てますのでよろしくお願いします。